DVD ではトラップとパスのトレーニングを紹介していきたいと思います。フットサルは非常に狭いスペースでプレーしますので、その分正確に足元にボールを止める必要があります。そのため足の裏を使ったトラップが非常に多くなります。しっかりと足の裏でトラップをして、しっかりと相手に対して速いパスを蹴る必要が出てきます。このプレーをしていくためにはしっかりとした状況判断、あとは体の強さ、バランス、そういうものもしっかりと求められていると思います。ではいくつかフットサルの、パスとトラップの練習を紹介していきたいと思います。はい、では足の裏を使ったトラップの練習をやっていきたいと思います。こういうような形で、2人1組で向き合った状態でしっかりと足の裏を使ってパスをするというトレーニングをしていきたいと思います。まず最初は右足でトラップをして、右足で返す、しっかり足の裏でトラップして返す。慣れてきたら今度左足でいきます。フットサルでは非常に狭いスペースでありますので、相手のプレッシャーが早いです。そのためには正確に足元に止める技術、またしっかりと止めながらボールを動かして相手のプレッシャーを受けない、そういう技術が非常に必要になります。これは今のサッカーでも非常に狭いスペースで相手のプレッシャーが速いので、非常に今のサッカーでも有効になる練習だと思います。はい、ではもう一つ、ボール回しの練習を紹介したいと思います。次は5対2でボールを2つ使います。1つは足で回します。もう1つは手で持った状態でボールを回します。しかし、来たボールを足で回しているボールをパッと手で持ったら、今度はボールが入れ替わります。今まで手で回してたボールを今度は下に落として、今度はそのボールを足で回すというような形で切り替えていきます。これは状況判断、非常に難しくなってきます。ディフェンスも1つのボールだけではなくて2つのボールを見なければいけません。それはディフェンスだけではなくてオフェンスも同じです。では実際にやってみたいと思います。